どうも、あきです。栄冠ナインやっていきましょう。はい、というわけで予選続きいきましょう。次は3回戦ですね。はい、前回は1年生エース小山の活躍が光りましたので、引き続きこの1年生エースに期待ですね。いきましょう。さあ、まさかの1年生エースがこの大会で大活躍という形になっておりますよ。はい、そうですね。いやー、ここ大和田行ってみるか。大和田かなり強いと思うんでね。はい、2番に大抜擢だ。よし、これでいきましょう。試合開始。さあ、そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、土日日本投稿という企画をやっております。2000超えで、平日も日本投稿になりますので、この栄冠ナインもっと見たいよっていう方はぜひともチャンネル登録、そして高評価していってください。いきましょう。さあ、大阪ということでプロも多いと思うんでね、相手にちょっと顔がねプロっぽい選手が何人かいたような気がします。さあ、総戦略 C の中ではかなり強い方ですね。はい、さあ、まずは見ていきましょう。うんうん、プロはいない。大引きがそうかな。はい、大引き選手がいますと。クイック F からのキャッチャーの方が D52 ということで、この試合も走っていきましょう。ほら、セーフティーだな。さあ、フォアボール狙いのセーフティーでいきましょう。よし、 OKOK。 まずは球数投げさせるのもね大切なので、これはもう2ストライクまで待てです。 OK、 素晴らしい。走れ。そしてよしよし、そしていいね。今日も抑えている。今日も小山が抑えている。さあ、大和田ヒット。落ちるんじゃないか、落ちるんじゃないか、落ちろ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 、惜しい。大和田がね結構ここまで活躍してるんでね。はい、ノーアウト2塁。そして佐藤、これはバントじゃないですか、状況的に。 OK で、セーフになったら最高。どうだどうだどうだ、惜しい。で、スクイズですね。じゃあ小山で、なんでなんで。いや、でももうしよう。よし、 OK、 ナイス。信頼度上げたいのと、もう他の作戦がなかったですね、今のは。さあ、大和田ワンヒットで OK、 ワンヒットで、まあ、チャンス A なんでね、まあ、そこを生かしたいですよね。前のランナーが出てほしいんですが、ちょっとそこはいけない。1番バッター頼むよ。さあ、大抜きランナーは松井。松井じゃ走れんな。闘魂使いましょう。そっか、闘魂、まあ、パワーもったいないっていう話あるか。変えるか。まあ、でもあんまりそれ全部やれるほどアイテムがあるわけではないので、ちょっと難しい話ですが、まあ、変えるか。大抜きは結構思い入れある選手だしな。さあ、小山、まずは守備と、あとはスタミナも上げておきます。そしてここで熱血。キャッチャー OK、 ナイス。送りバント失敗。これです。うん、来たな岡田。バース掛布岡田。そして小山やっていきましょう。よっしゃ、臭いところナイス。初球臭いところ作戦ナイス。代打だから積極的に来るんじゃないかなというところで、初球から臭いところいきました。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。さあ、大和田、よしよし、ヒットだろこれは。よし、 OK。 さあ、盗塁しよう。わっ、池山がついに覚醒したよ。ホームランどんどん打つね。さすがブンブン丸。普通に走れるな。盗塁 A の走力 C60 も普通に走れるな、これで。ナイスナイス。まあ、でもここはセーフティーですかね、冷静に。こっちめっちゃ悪いし。うまいうまい。強振セーフティーが最近めっちゃ決まる。ナイスナイス。松井も似合うんだ。まあ、とりあえず揺さぶって盗塁。おら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 、お、危ない危ない。大和田がセーフになるのに池山がアウトになったらいかんだろうというところですね。
さすが松井猛打賞。いや、池山と松井が打ち始めたらそれ勝てますよね。あーやばい、これホームランでまたさよならになっちゃうんで、そこは気をつけて代打でいきます。代打荻野じゃホームラン打てないでしょさすがに。で松井にもダイソーを出しましょう。そうですね、秋田いきますか。来年のショート秋田ブンブン丸のね代わりになってもらわないといけませんので。さあダイソーに出すと走塁経験値がたまって、代打に出すと打撃の今度経験値がたまるので、もうそこはですね本当に素晴らしく活用させていただきたいなというふうに思っております。なので代打岸からの、ダイソーダイナマイト、ダイナマイト信号 OK。 さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。ただホームラン怖いから転がせて打ちました。ファール、打った、松を取った、一塁送球、あーっと送球それた、よし。ちょっと最近裏の攻撃が多いっすね、だからこういうことになると。はい、まああとじゃあ今泉をキャッチャーに持っていって、あとファーストだけなんで、まあ適当にじゃあピッチャーとりあえず出して、最後藤野でいこう。まあ国本だけいれば十分なんで、大内ももうファーストで出しといてと。さあそしてここで大貫の伝令、さあ小山3試合連続完封か、これでここを完封できれば、よーし、オッケーオッケー、素晴らしい。やっぱ送球いいってクソだわ送球いいってクソだわ今のは引くわ、ちょっとさすがに。なんちゅうとこに投げるんだ。よーし、さすが精密機械。いや精密機械いいっすねやっぱり。ちょっと変化球中心と速球中心は最近探ってます、いろいろ。思ってたほど速球中心が打たれないかなっていうのと、やっぱり諸星を育てた時にあの急速の上がり具合、あれにロマンを感じたっていうのもあります。よーし、さあ小山今日も完封しよう。まあバントかな、さすがに。まあバント丸つけたんでね、基本はバントさせるためにバント丸をつけたんで。うわっうわっ、ワンチャン、さすがに足遅いかピッチャーだから。さあとんでもないエラーをした加賀でございます。ここは1個決めないとね、さっきのを取り返さないといけないですね。はい、まあスクイズかな。でもまだ信頼度も上がりきってないだろうし、ここはしっかりスクイズで OK。そうか、これホームランでもうさよならなので、うわ塚本がノーヒットだからソフト決まってほしいな。うわ惜しいな、5の0ってなんか赤とくつきそうで怖いんですよね。さあラストいきましょう。速球かな、ちょっといける場面は速球でどんどん球速上げていきたいな。145までいくととりあえずいろいろ得能がつく可能性また出てくるんで、まあ150までいきたいですよね。なんならこの夏甲子園ずーっと1人で投げ切って150キロまでいければ最高っすよね。ダイナマイト信号、よし、動きがめっちゃ鈍い。ちょ待て待て待て、これやばくないですかこのピッチャー。え、すごくないこれ、普通にめっちゃ強いぞ小山。あの練習試合だけやん打たれたの、もう実質防御率ゼロですもんね。なのでやば、1年エースがこんなに抑えるってやば、冷静に3試合連続完封。これで1試合目コールドだったかな、ただやば、これはやばい強いな小山、やばすぎこれ。まあなんか1年生から使うことによって通算防御率がうんぬんがっていう話ももちろんあると思うんですけど、お、しかもヒット打ってますね。ただ僕は通算成績うんぬんよりはもう最終的な能力っていうのをね
考えてどんどん育成していこうと思っていました。ただ打たれない。通算成績もすごいことになりそうですね。はい。もうあの練習試合しか打たれなかったみたいなことがありえるかもしれないですよ。はい。どこにいるんだ小山さん。あ、下にいましたね。おーおーおー、めちゃめちゃ能力上がってる。コントロール1個、球速1個、ミート1個。で、大和田の信頼度もめっちゃ上がってるし、OK、赤徳もついてないし、素晴らしいですね。で、ここいらでちょっと練習指示を使おうというお話でしたね。はい、OK。どうしようかな。まあ、とりあえず、練習指示使います。まあ、国本は請求。小出は？小出も請求かな。まあ、急速でもいいけどね。急速にするか、小出は。まあ、コントロールをな、なんとか B 持っていきたいですからね、小出。一回コントロールにしてもいいんですよね、ここ。このままじゃコントロール B いかないもんな。一回コントロールにするか。で、大内はなんとか変化球頑張ってもらおう。で、村上。春樹村上が。まあ、急速かな。で、ここ一回スタミナ、さすがに22はやばいんで、スタミナ。いや、いいか、2年ピッチャー3人もいるから、22のピッチャーが1人いてもいいわ。ということで、急速。よし、ここも、変えよう。コントロール。いや、急速でいいかな、150先行こう。で、小山140いったんですけど、やっぱりまだ急速っすね。はい。いや、もう、コントロールとスタミナがもともと良すぎるんでね。変化333ぐらいに選抜までになればいいかなという計算でございます。よし、金井が補給し、素晴らしい。守備次。今泉はまあ守備肩を上げとくべきでしょうね。はい。弾道さんにしてもいいですけどね。そろそろ。弾道さんにしとこうかな、先に。まあでもパワー、いいか。悩ましいところ。まあ、またでいいかな、弾道は。ちょっと守備面上げとくべきでしょう、キャッチャーなんで。はい。で、大抜きちょっとこっからパワーにしようかな。まあ、補給でもいいな。補給でオール C というか、まあまあ、総力以外は C 以上も狙おう。はい。で、あとで性格を変えますと、大抜きね。ここはミート、ミート。総力。さあ、加賀。セカンドね。パー53っていう中途半端な感じだな。一回肩にしようかな、加賀。肩 C。来年セカンドをすることになりましたし、もうちょっと肩上げてもいいでしょう。はい、ダイソー。さあ、来年のサード。ああ、セカンド候補だった騎士が、まさかのセカンドじゃなくなったと。はい、まあまあ、選抜以降からは、セカンドになりますがというところで左 A でしょ。まあまあ総力だな。やっぱりここ走れる感じにまずはしておきたい。うん、まずは走れる感じにしておきたい。守備にもつながるし、でこの辺はもう適当でいい。対パワー、さあ池山がこれ OK。 守備75でアイテム使います。最後ね、補給。こっから A いかないかな。オール A さすがに厳しいか。こっから A はさすがに厳しいんかな。補給でも補給は上がりやすいんでワンチャンあるかもしんないけどな。はい。でそこは肩、西野ミート。いやこれ最後甲子園でミートでいいな。ということでここはそうだな。肩とかにし、あ、ちょ、待てよ。アディオス組か、今思うと。今思うとアディオス組やないか。アディオス。アディオス。オッケー、もう総力いいよ。こっからミート、ミート。守備も一個上がってほしいな、うまく。塚本ね。はい。で、松井がオッケー、ミートパワー SS になって、こっからちょっと一回総力上げましょう。はい。松浦、ミート。佐藤、パワーでいいかな。うん、パワー C 持っていきたいですね、まず。で、大和田総力。で、ダイナマト慎吾は、阿部日ついたんで、ミート。阿部日流し打ちですからね、もうミート上げるしかないと。オッケー。で、もう一試合行きましょう。ちょっと下げるか。
で守備連携でアイテム職人止まろう。弾道バット OK、 いいね。迷わし、まあ食事会で行きましょう。これでまた信頼度上がって OKOK、 食事会は素晴らしい。これは池山行きますか。よし、行け池山というところで行きましょう。うわ、小山の調子が、頑張れよ小山。この試合はなんでもう完投は望みません。はい、行きましょう。くー、小山の調子がだな、これ。大丈夫かな小山。池山、マウンド上ピッチャーは石田。さあどうでしょう、そんなにめちゃめちゃ強いっていう感じはしないけど、阿部ヒパワヒカキャッチャーの肩も強いと。うわ、なんか微妙だな、微妙に強い気がする。総戦力 B でもおかしくない。ああそうお前何年パワープロ2018をやってるんだと。まだ半年じゃ、やっていきましょう。年で言ったらまだ半年じゃ。さあ、2割7分2厘まで上がったよ、池山。盗塁盗塁。うっかっかっか、あ、先生がオッケーオッケー。1、2番は走れるでしょ。うわ、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 マジで。そんなに肩強いのか。うまい、これはうまいぞ。さあ、池山がついに覚醒し始めた。よしよし、うわー、まあ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 。あの調子だから、まあ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 。そういうこともあるでしょう。いや、池山、こっから3割乗せたらやばいっすよね、さすがに。しかも28盗塁もしてるんだな。盗塁数やば。いや、こっから3割乗せたらやばいぞ、池山。3割30盗塁。まあ、30盗塁は間違いない。3割3本30盗塁のトリプルスリーいきましょう。うわ、松井またホームラン打ってるよ。またホームラン打ってるよ、松井。ちょっと松井はもう半端ないっす。これで2年成り立てなんでやばいっす。さすがに。しかも選球眼持ってるんでフォアボールの数めちゃめちゃ多いんで、なんかここにある数字以上の活躍をしてると思いますね。はい、フォアボールめっちゃ多いっすもんね、いつも。身長打法選球眼なんで、選球眼をつけました僕は。なんでね、はい、試合池山猛打賞いくぞ。さっき盗塁できなかったから1じゃ無理だもん。となるとやっぱもう一回セーフティーかな、これ。さっきの見るとね、あ、ちょっと強すぎる。強振セーフティー好きだけど、最近これも出るからね。さあ小山どうしようかな。まあ結構調子悪いし、割とこのイニングまでで考えてもいい。でも調子悪くてもしっかり抑えるっていうのがもうなんか素晴らしさを感じますね、本当に。速球中心打たれないな。うわ、抑えるな小山、素晴らしい。まあ今日はさすがにもう代打出そうかな。あんまり引っ張ってまだ2点差ですし、負けちゃダメなんでね、もちろん。はい、よし、秀樹松井にダイソー出します。今泉ダイソーチックに育ててきた。大抜きも本当に素晴らしい。あ、性格変えてなかった。素晴らしい成績です。3割5分6厘。ただここいいでしょう、闘魂で思い切り打たせましょう。さあダイソーに、おいの行きましょう。育成枠です、そこ。はい、さあ闘魂込めて思いっきり打たせよう。低めのボール、低めキャッチャー中手に入りました。金井4割、4割はやばし。あ、いいね、ちょうど精密で流し打ち、オッケー。よーし、素晴らしい、素晴らしい、オッケーオッケー。さあ大和田、ここチャンスへ生きるよ。チャンスへだ、チャンスへ。キッシュ熱血、これはもうこんな感じかな。よし、さあ大和田チャンスへ、来てくれ。
まあ、追い込まれたし、ミート落ちで。どうだ、セーフじゃない、よっしゃ、オッケー。先行チーム1点入りました。まあここは今日は代打でいきましょう。はい、ピンチヒッター。さあ持ち前のファイトが全面に出て、さあ藤野代打、ムードメーカーです。ただご覧の通り得能が悪すぎます。ただアディオス組からのまさかのムードを持っていたので、まさかの最後の夏にベンチ入りっていうね。で西野がベンチ外っていう、秋山高校は意外と何が起こるか分かんない高校ですからね。役に立たない、ムード以外全然役に立たない。そこにピッチャーでいいのかな。はい、で守備でダイナマイト信号を外野に持っていきます。 OK。さあ佐藤、ランナーは1番塚本、走りましょう。いけるよね、1塁タッチセーフ、2でも走れ、もう投げました、これはストライク、 OK ナイス、成功。先行チーム重要な場面で、さあ佐藤も3割8分5厘、とんでもない、1球目か、3割8分5厘ってやばいですね。松より率いいやんっていう、もう相当な打席数あると思うんで、これはもう褒められたもんですね。はい、さあブンブン丸、うわはは、猛打賞、いや本当にブンブン丸急に勝つ、急に覚醒したな。先行チーム1点入りました、6対2。さあそしてもちろん盗塁、おダイナマイト信号初打席やないか、よーし、オッケーオッケー。ちょっとカード悪いけど頑張ってもらおう。まあもうこれは流し打ちにかけるしかないというか、まあまあもうヒットエンドランするか、数字が他悪すぎるな。どうだ、面白いけどね、悪くない打球だった。おお、なんか1点取られた。ランナーは金井では走れないな。じゃあヒットエンドランかけよう。うん、バック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 、 I'll be back。 よし、掴みました、これです、揺さぶる。ここは相手に揺さぶる。さあ大内って結構バッティングいいですよね、確か左 B だ、しかも3割5分3厘持ってる。おお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 お。さあ最後の最後まで畳みかけましょう。まあ今日は早めのスイッチが効いたかなと、うん、小山も大怪我はしなかったし、早めのスイッチ、早めのパブロン、そして1年生の育成にもつながっていますと。さらに揺さぶるで相手の調子がもうやばいことになりますと。よし、いいぞ、パスト、パスト、オッケー、取ってよ、パスト、よしよしよし、オッケーオッケー。いやー今日もいい試合だったよ。まあ残念ながらね、さすがに4試合連続完封はなんなかったですけど、そんなに1年生のうちから完封されたら困る。やっぱ精密機械っていう金属がもう素晴らしいですよね。パワープロにおいて一番いい金属かもしれないです、精密機械。まあもちろん街道とかもそうですけど、いやでも精密かな、うん。いやいい試合だった。松井もホームラン打ちましたし、なんといっても池山を猛打賞打たせてあげられたというところがですね、素晴らしいですね。はい、まあまあ小山も素晴らしいですよ。点取られたとはいえども素晴らしい。あ、走力意外といいあるんですね。よし、球速も141まで来た。ふんふんふん。OK、いい試合でしたね。さあ、というわけでございまして。あ、これフォームチェック持っといた方がいいかもしんないな。うん、いや、でも使うか。なんかピッチャーばっかり選ばれた時のこと考えると合宿に向けて置いておきましょう。はい。ということで、もう次回ですね、やっていきたいと思います。あ、前評判見える。前評判 C ですね。
はい、次回も頑張っていきましょう。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。